ウミフェノビルはロシアや中国で使用されているインフルエンザ感染症の治療用の抗ウイルス薬である。本材の選発品はファーマスタンダード社により製造されている。商品名はアルビドール等と呼ばれる。ロシアと中国では有効性が確認されており、両国で承認されているが、米国や日本ではインフルエンザの治療、予防目的として承認されていない。 科学的には、7位を除くすべての位置が異なる地換機で、感能化されたインド陰道旅客を特徴とする。この薬剤は、ウイルスの標的細胞への侵入を阻害し、免疫反応を促進することが研究で示されている。ウミフェノビルのパッケージウミフェノビルの有効性に関する試験は主に中国とロシアで行われており、この2カ国ではよく知られている。ロシアで行われた いくつかの試験では、本材の有効性が認められ、オセルタミビルとの直接比較では、インビトロ及び日常診療で、同等の有効性が示された。2010年、アービドルは、ロシアで、最も販売量の多い医薬品ブランドとなった。2020年の第一市販期には、ロシアの抗ウイルス薬市場で16%のシェアを、獲得している。ウミフェノビルは、 インフルエンザウイルスの膜融合を阻害する。ウイルスのエンベロープと標的細胞の細胞膜との融合が阻害されることで標的細胞へのウイルスの侵入が阻止され感染から保護される。本在の作用は DNA ウイルスによる感染よりも RNA ウイルスによる感染の方がより効果的であることを示す証拠もある。ウミフェノビルは A 型および B 型インフルエンザウイルスに対する特異的な抗ウイルス作用に加えて免疫系の調節作用も有している。液性免疫反応の促進、インターフェロン酸性の誘導、マクルファージの鈍色機能の刺激等の作用がある。ウミフェノビルはインフルエンザに対する抗ウイルス薬として使用されているほか、C 型肝炎の治療薬の候補としても検討されている。 さらに最近の研究では、哺乳類細胞培養において、ザイールエボラウイルス、タカリベウイルス、カポジ肉種関連ヘルペスウイルスの侵入を防ぐ効果がインビトロで確認されており、また、B 型肝炎及びポリオウイルスの哺乳類細胞への感染に対して、ウイルス感染前、または感染中に導入した場合、ウミフェノビルの抑制効果がインビトロで確認されている。 2020年時点で中国ではナインティー9の併用療法の候補としてウミフェノビルとダルナビルの併用療法が研究されていた。小児の副作用としては本材に対する監査が挙げられる。基地の過剰摂取例は報告されておらず、アレルギー反応は過敏症の患者に限られる。なお、LD50 は 4g、kg 以上である。2007年。 ロシア医学科学アカデミーは、ウミフェノビルの効果は、科学的に証明されていないと発表した。ロシアのメディアは、タチアナゴリコバがロビー活動を行い、ウミフェノビルを宣伝しようとしたことや、ウミフェノビルがインフルエンザや風邪からの回復を1.3から2.3日、早めることができるという証明されていない主張を批判した。また、ウミフェノビルの有効性は、 佐読付きの研究で裏付けられていると主張した。ありがとうございます。